ギタープラネットの翔子です。ギタープラネットの柳津です。柳津さん、ここに並んでるギターってもしかして？そうなんです、こちら先日発売したばかりの GV モデファイドです。じゃあモデルラインナップ教えてください。はい、まず一番右手にございますのが GV モデファイド 60s カスタムテレキャスターで、こちらの真ん中にありますのが 50s ストラトキャスターの HSS、 こちらの一番左のが 50s テレキャスター、あともう一つございまして、こちらの 60s ストラトキャスターの計4種類ですね。こちらのシリーズは初期の日本製フェンダーで使われていたシリアルが元になっておりまして、こちらの今回のこのモデルも JV から始まるシリアルが採用されております。本当ですね。そうなんです、うんうん、でも当時のシリーズを復刻したっていうわけではなくて、当時の伝統的なスペックも活かしながらも現代のプレイヤーに合わせてモダンなスペックを取り入れた新しいモデルになってます。実はアメリカ本国のフェンダーチームが直々に開発した初めてのモデルなんです。あ、確かに、はい、今までの日本製のモデルって、はい、その日本のマーケット向けに作られてたと思うんですけど、はい、これはそのアメリカの開発チームの方がグローバル向けに作ったモデルだってことなんですね。そうです、うん、でもよく見るとこういうバインディングテレゴールドとか、はい、ラージヘッドとかリアハムとかちょっとなんかアメリカっぽい、こう USA とかカスタムショップのモデルっぽい雰囲気ありますよね。ありますね、うんうん。それでは音出しなんですが、はい、まずそちらの一番下側のポットを引いていただけますか。おお、引っ張れますね。そうなんですよ、そちらにはプッシュプルスイッチがついております、うんうん、内容はリアハムのシングルハムの切り替えのタップスイッチになります、うんうん、ああ、なるほどなるほど、はい、じゃこれが下の状態だとハムバッカーなんですね。そうですね。した音すごい自然でいいですね。なんかそんなにハムの時も差がありすぎないので、うんうんうん、使いやすいと思います、うん、これでハムで歪ませると、はい、太い音しますね。いいですね。じゃあ続いて 60s ストラトキャスターですね。これは3シングルですけど引っ張るとどうなるんですか。こちらはですね、例えば、リアにしてある状態の時にスイッチを、引くとフロントがミックスされます。あ、はい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 、リアとフロントでミックス。そうですね、はい、じゃあこのハーフトーンの時は、ハーフトーンの時はオールピックアップの3つ全部なるんですか。そうなんです。へー、リアだけの音。はい、この通常のハーフトーン音もすごい綺麗ですし、はい、リアとフロントのミックスって音いいですよね。いいですよね、うん、でもこれやっぱラージヘッドだと歪ませたこういう、これやっぱいいですね。いや、歪ました時もいいですね、うん。ラージヘッドの品物は実際今すごいラインナップとしては減ってるのでかなりレアだと思います、うん、じゃあ続いて 50s のテレキャスターですね。柳井さん、これスイッチが 4way なんですけど、はい、どうなっちゃうんですか。これはですね、通常の 3way のプラス、もう一つ直列つなぎのサウンドが出せます。この2つのピックアップでハムバッカーみたいな音が出るってことですね、はい、そういうことです、うん、あとはトーンところにこれもプッシュプルスイッチついてるんですけれども、お
フォーエイでしかも引っ張れちゃうんですか。引っ張れちゃうんですよ。これどうにかなっちゃうんじゃないですか、はい、これは、はい、あのピックアップの位相を変えることができます。あ、じゃあこのミックスの時にインフェーズとアウトフェーズの切り替えができるってことなんですね。そういうことです。あ、ちょっとじゃあ鳴らしてみましょう。お願いします。じゃ通常のミックスのサウンド、はい、このシリーズの音はすごい使いやすいですし、フェーズの音もその曲の中のフレーズによっては結構使えるのかなって思いました。じゃあ続いて最後に、60s カスタムテレキャスターお願いします。これは配線は先ほどの 50s モデルと同じなんですか。はい、はい、同じです。じゃあちょっとさっきの音のバリエーションを聞いて、なんかこういうフレーズ弾いたらかっこいいんじゃないかなっていうのがあるんで弾いてみてもいいですか。はい、お願いします。フェーズのサウンドも冒頭とかブレイクの後とかで使うとなんかすごいかっこいいですよね。あ、確かに。いや、この使い方すごくいいなと思いました。でこのシリーズの音もリードですごい太い音が出て使いやすいなと思いました。はい、柳さんでも、はい、今回のこのスペックってちょうど今の日本製のフェンダーだとないスペックですけど、はい、逆に他の日本製のブランドさんだと近いものあったりしますよね。結構ありますね。ただやっぱりフェンダーの品物として、まあ、こういうボディの形状とか、まあ、ピックアップとかやっぱりそのフェンダーの魅力的な部分だと思いますし、あとはその王道的なサウンドっていうところがすごくいいのかなって思います。今回はアメリカのチームが監修したっていうのはやっぱりいいところですよね。そうですね。今日ご紹介したお品物が気になった方は当店ギタープラネットのホームページをチェックしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いいたします。